よ吹け吹け光よ走れ父の形見のペンダント稲妻とどろく変身の時をタイガータイガー地球の危機を救うため明日に向かって突き進め鉄人タイガータイガーセブンご原人の巣にかかった者は二度と生きては帰れぬ。タイガーセブン、貴様とて同じことだ。行け、タランチェラ。おのれ、毒蜘蛛タランチェラ。タイガー、退け。挑戦。待て小僧。離せ。離せよ。お前はタイガーセブンを憎んでいた。この時君の行く心は無兵器になる資格は十分だ。一緒に来い。あれは加藤君の声だ。ファイトスロー。タイガー勝った。ムー大帝のお告げだ。人類抹殺計画をより早く完了するためにももっともっと兵士がいる。これより人間狩りをしろ。地底地獄の洗礼を受けさせムー帝国に忠誠を誓わせるのだ。抜け雲原人。はは、君が雲原人にさらわれたんだ。吉崎のホラーならしい。一緒に来てくれ。雲原人？いちいち説明してる暇はないんだ。さあ早く。ほっといてください。あなた方はタイガーセブンの仲間でしょ。そんな人たちの世話にはなりたくないんです。ようこそ。ファイト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 。ひどいわ、無理やり連れ去るなんて。まるで石山じゃない。無限人の仕業なんでしょうか。おそらく奴隷かなんかにするつもりだろう。やだね、無帝国の奴隷だなんて。私は地質学の加藤博士に会ってくる。一緒に無帝国探しをやってくれることになってるんだ。無帝国探しですって？そうだ。一刻も早く無帝国の所在を突き止めて世界に知らせないと大変なことになる。これは学者としての私の使命ですらあるんだ。俺たちも行きますよ。いや、君たちは残れ。先生、この間俺がごめたからって怒ってるんじゃないですか。そうじゃない。我々の仕事には今まで以上に危険がつきまとう。ただ高井戸研究所のメンバーというだけで行動することはない。君たちは全くの自由なんだ。むしろ軽率な行動は慎んでほしいとさえ思っている。いいね。はい。そういえばゴーの姿が見えねえな。どこ行っちゃったのかしら。
すごいじゃないか。どうした、どうしたんだ、おい、しっかりしろ、おい、あああああああ、助けてくれ。おい、しっかりしろ、おい、ようこそ。幸運だ。助けてくださったのあなたが。どうやらカツオ君はムー帝国の基地へ連れ去られたらしい。基地へ。私がきっと助け出す。あなたは家へ帰っている方がいい。罪滅ぼしに助けるのね。兄さんを殺した。ようこそ。カツオはあなたを憎んでるわ。そんな方に助けてほしくありません。おう、どこ行ってたんだお前。いや、ちょっと工事現場を調べてたんだ。工事現場？じゃあ高戸先生に会わなかった？いや、先生何しに工事現場へ。火山研究家で有名な加藤博士に会いに行ったのよ。火山研究家？そうか。もしや奴らが。俺行ってくる。あ、ゴー。火山というものは場所は離れていても地底では同じ火山帯でつながっていたり微妙に影響し合ったりしているものなんです。ああ。ですからここに地熱発電所を作られるとどこの火山に影響を受けるかを逆に調べていくと。無帝国の所在地も割り出せると思いますが計算をしますので少々お待ちください。お願いします。無限人の仕業です。うん、雲？やめた方がいいですよ先生。あの凶暴な無限人を捕まえようなんて。加藤博士が殺されてしまった今、無帝国の存在を証明するためには無限人や戦闘員を捕まえてそれを証拠にする以外に手はないんだ。しかしどうやって捕まえるんです？これだよ。麻酔銃だ。先生、僕も連れて行ってください。ん？何も知らない人たちに、一刻も早くムー帝国の存在を知らせ、我々の仕事がいかに大きな意味を持っているか、それが分かったんです。危険だぞ。はい。よし。はい、僕
防火服。ありがとう。ジュン、私も高井戸研究所の一員よ。困ったおてんばさんだ。ジュンちゃん、誰か一人忘れちゃいませんか。あら、三平くんも。僕も高井戸研究所の一員ですよ。いつも犯人マスカなんだから。ねえ、僕も連れてってよ。いや、ジローは今日は留守番だ。陽子さん、ゴー、先行ってるぞ。ああ、後からすぐ追っかける。あ、お願いがあって来たんです。この前あんな生意気なことを言ってこうして来れた義理じゃないんですけど。見つからないんですね、カツオ君。ええ、もう死んじゃったのかもしれません。生きてますよ。きっとタイガーセブンが助けてくれます。君たちはタイガーセブンを誤解してる。タイガーセブンは君たちが思っているような人ではない。じゃあ、私も連れてってください。命がけですよ。ガスにやられた。我らが四万四千年もの間味わった地獄の苦しみをここで存分に味わうがいい。純のコンパクトさ、ここで待っててくれ。だがこれに落ちなければ助け出すことはできない。よし、これで高井戸研究所のメンバー全員を捕らえたわけだな。そうです。その中でもこの滝川号がタイガーセブンであると思われます。さあタイガーセブンになれ。やれ。はっ。てぇ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 。ここでタイガーセブンになったら、みんなを助け出すことはできない。みんなを居場所につけるまでは、変身できん。容体悪化する一方だ。カツオ君、しっかりするのよ。今にきっとタイガーセブンが助けに来てくれますからね。本当にタイガーセブンは人殺しをしないの？本当よ。タイガーセブンはとても正義感の強い鉄人よ。僕、タイガーセブンを騙したの。え？騙した。カツオ君、この先
地獄か。今だ、この野郎。心臓が止まってる。毒ガスならタイガーエネルギーで中和できるかもしれません。
ーセブンが助けてくれたのよ。タイガーセブン？うん。タイガーセブン、ありがとう。皆さん、ここにいては危ない。早く引き上げてください。どうか。さあ、行こう。人類抹殺計画は日本列島沈没作戦へと発展する。その最初の犠牲者が北川の父であった。行方不明の父を求めて伊豆へ飛んだ北川。敵か味方か謎の男、揺れ動く伊豆半島に地震原人とタイガーセブンの死闘は続く。次回鉄人タイガーセブンにご期待ください。夢のマシン、スパークだ。